11月16日に開幕したロサンゼルスオートショーで、スバルは新型フォレスターを世界初公開した。6代目となる新型は2018年に、登場した現行型から5年ぶりの刷新となる。公表された北米仕様のスペックは、ボディサイズは全長183.3インチ約4660ミ、mm、リメートルかける。 全幅72.0インチ約1830ミリメートル×かける全十68.1インチ約1730ミリメートルホイールベースは105.1インチ約2670ミリメートル最低地上高は8.7インチ約220ミリメートルエクステリアは先代の SUV らしい頑丈で堂々としたスタイルを継承 大型化したフロントグリルとリアのコンビランプをつなげたガーニッシュなど近年のデザイントレンドを取り入れフォレスターらしさを残しつつも新しさを感じさせるデザインとなったインテリアはレボーグやインプレッサに採用されている11.6インチのスターリンクマルチメディアナビゲーションシステムを採用 アップルカープレイとアンドロイドオートのワイヤレス接続に対応するパワートレーンは最大出力 180hp 最大トルク 178ft LB 約 241nm を発揮する 2.5L 水平対向4気筒エンジンに CVT を組み合わせる駆動方式はすべてアクティブトルクスプリット式 AWD で 全グレード X モードを標準装備。ホイールはグレードによって17インチから19インチが設定され。ステアリングギアボックスはレボーグやインプレッサにも。採用された2ピニオン電動パワーステアリングを採用する。仙台から採用されているスバルグローバルプラットフォーム SGP は、ねじり剛性を10%アップし、 より強力な溶接と構造用接着剤の採用により、光合成化と軽量化を果たした。先進運転システムアイサイトは最新バージョンが採用されるが、一定の速度までハンズオフが可能なアイサイト x の搭載については、今回のリリースに明記されていない。 北米では2024年春にデリバリーが開始されると、アナウンスされた新型フォレスター。おそらく近いうちに発表される国内使用の情報を待ちたい。